中にこの大小なお店を出しました。別れて随分経つけれど偶然噂を聞いたの私、あなたが元気で暮らしていること役に失くした私には、日本の谷間に咲いた花、悲しい涙も流したけれど、あなたに思い出もらったわ。男の名前差し出すこの手紙、奥さん見られちゃ困ると思ったの。向こうが死ぬほど惚れたのはあなたの他にはいないわ誰も。昭和の時代はだけど。